iPad がね、傷になっちゃう対策としては、もうフォービルも貼ったんでね、かなりそこの部分は安心感あるんですが、問題はね、自宅でね、ノート PC 的に、ネットブック的に使いたいなっていう時に、このくらいの角度で使いたい。ポチッ。フォーカルポイントコンピューター株式会社販売のチューンフォローかな?ツネフォローかな?フォー iPad。キーボード入力からムービー鑑賞に適した角度まで自由に角度を変えられるスタンドとして使えるハンドストラップ付きノートパッド型 iPad ケース。純正のね、もちろん Apple のケースも知り合いの中では何人かケースも買われた方がいらっしゃいましたけども、今回はこのサードパーティー製のものにしてみました。おーっと、これ保護フィルムが付いちゃってんのかな?あら。買わなくてよかったのかな、保護フィルムもしかして。高細密クロスがついてますね。こういう感じ。これは安定感ありますね。いいね。一応もちろんこう全てのポートが、ボロながらスイッチ類とかポート類は露出した形。使い終わった時なんですけども、ゴムバンドがですね、バチッと締めてくれるんで、まあ、あとはこのガス屋の集金のおじさんライクな、安定感あるよこれ、ほんと。集金いけるですか、ね、クレードルにこれ。彼女はクレードルはあんまりタイプじゃないそうです。惜しいね。惜しい。